皆さんこんにちは本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございますそして配信をご覧の皆様もご視聴いただきましてありがとうございますそれではただいまより小顔マッサージメイク講座始めてまいりたいと思います本日司会を務めさせていただきます山田舞と申しますどうぞよろしくお願いいたしますさあそれでは早速 お呼びしたいと思います。ヘい、メイクアップアーティスト、そしてアンドビー、ブランドプロデューサーの河北祐介さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうまさかの3日目ですからね。昨日、一昨日も、すっごい勉強になりましたからね。はい、そうですね。はい、もう、目から鱗な情報がたくさんでございました。今日も、ちょっと頑張ります。はい、あのー、皆さんもね。 会場にいらっしゃってる皆さんからもどんどん質問をもらいたいなと思ってたりとか、はい、あと YouTube 今配信してるんですけどもあのそちらの方からもたくさん質問今日はできるだけ質問を受ける会にしたいなと思ってますので皆さんが疑問に思ってることもうすべて、えー、お答えしますので、はいはい、どんどん質問ください,、はい、いじゃあもう早速紹介しましまょう、はいはい、それではお呼びいたしましょう代官、はい、山山口整骨院のカリスマ院長小顔矯正スペシャリストの山口良純先生です。 お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。日曜日。あ、先生、今日ジャケット、そうなんです。かく。なんか、それの方がいいんじゃないかと。いや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 。普段の治療ウェイだと、もう院にいる雰囲気になっちゃうんですよ。あ。ちょっと真面目になりすぎちゃって。真面目になりすぎちゃって。まあまあまあ。学びました。やめてよ、やめてよ、やめてよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、おかけください。あの、どうですかね、皆さん。ね、会場にいらっしゃってる方も。 もちろんお顔が出ないので質問したいこととかここ聞いておきたいよということはあると思うんですよねお肌の筋肉のこともそうですしメイクのことでもいいですしその辺をちょっとあれしいなと思ってますけどそうですね聞いていただいたら私もおとといからご一緒させていただきましてマッサージクリームを買いましてマッサージしてきたんですけどどうですかあのねねね違うよなんか本当に 一日目の時にすっごく一番関心を持って自分でやってましたよね。はい、そうですね。MC 中に <laughs> <は>こうにやりながらやっ、はい、MC させていませした。三日間来てるよって方いらっしゃいます？ここに。おらんのかい？んのかい？か三日間来てたら分かりやす,くなす、ね。いやそうなんですよ。フェイスラインがちゃうでしょ。えー、あのねここら辺を結構頑張って。あな、<laughs> あ <の S 2> そう。 首はすぐ出る河北さんにここがもたついてるって言い方やめろ、やめろそんな厳しいこと言ってないですよ、ちょっともたつかれてるのかもしれないですけど気になるんですよ、僕らどうテレビでも抜かれるとか写真撮るときに抜かれるとか。 最初の日も言いましたけど川北さんもそうなんですけど首がきれいになるってことはすごく大切ですめちゃくちゃ大事、ね、首がきれいだと絶対この輪郭がきれいになる、うん、首美人は輪郭美人、ね、これ本当に大事、ね、写真撮ってさ、うん、例えばいい画角、はい、いいライトを受けてても、うんうん、フェイスラインもたついちゃったらもう一回撮り直すでしょ皆さん、はい、あれってなるでしょうわ、もたついとるやんって、はい、もう最初からちゃんとねいいコンディションを整えてですね,そうですねやっぱりプロの女優さんとかもそうやって。 あのもう表に出る人ってやっぱりこのラインを先生このラインを先生っていう言葉を何度も聞きますでもその前にやっぱり首のケアってすごく大事でですよね見てくださいいい首してますよわりませんもう今日ちょっとあのまだね空気がこうあれう面白い空気になってないから <laughs>、はい、ここでちょっと一発ね、はい、今日ははい もうね、早速いっちゃいますしょう皆さんいいですか奇跡の瞬間を皆さん目にするわけですそうですよ今から起こることビフォーアフターをですね実際に皆さんの目で見ていただけるその場でビフォーアフター見れることってないですよねないですよじゃあの紹介しますよ僕のクローン人間ですよこんなすぐ出ると思ってないかもしれない 僕のビフォーとアフターでもこれからコンビ組もうかと思ってますビフォーアフターっていうコンビですね双子なんですけどもすいましてビフォーと申しますビフォーさんですね双子ですよそうなお越しくださいましたありがとうございますちょっとマスク外してる外した結構わかる写真撮っていいですよ写真 NG ですよこれね配信 NG に収録も配信しとるわよ真ん中じゃよお前なんでお前が真ん中やねあれこれで あの2日前の時にはこ,こには川内原田さんいましたもんね。何その首は見てください、分かります、言いたいことそ<う>これねそうで,でもね、えー、僕実際あの子供の時は逆だったんですよ、子供の時は、えー、彼が骨格的にも顔小さくて、えー、双子でしょ、で僕は親戚中にお前、顔でかいなって育ってきたんですよ、でこいつはずっとお前、ほらなみたいな顔してた、<laughs> 腹立つでしょ。僕のこととじゃないと思って <laughs> い思ややお前やで 去年ぐらいまで痩せてたもんなそうですねでちょっとなんかそうですよねだからあれすごく似てらっしゃるやっぱり双子だなって僕思ってたんですよでもあれってあれってなんいこうかちょっと抜けるこの首俺とこの二人の首の差分かるはいでも僕が成術する前ってちょっと近かったのこれだったの河北さんマジでここまでにしたのは僕もびっくりびっくりです分かる はい、ほら、ちょっと抜いた。今写真撮りたいでしょ。ちょっとお前向こう向いとけよちゃん。<laughs> 顔映るともう汚い顔が出て。でも全然違いますね。でもね、もしかしたら年齢で普通なの,のかもしれない。いや、これが普通だと思う。男の人、男の人こう,ん、こう結構もたつきますね。もたつくの。いや、ほとんどの人みんなこうなっていません、ね。はい。これはあの、はい、ダルマライン。<laughs> <laughs> だるまないんですかって言ってたこれですか <laughs>、はい、これ湘南新宿ラインですいけるこれで湘南までいけるかぶ分遠回りしてないですか <laughs> あとここゴール越えると日本ゴール入らなかったんですあっ何かタッチラインで合 <laughs> おうかお <laughs> 全然滑ってられないでもねあのやっぱりね運動とかそういうこともあるんですけどあります、ね、やっぱり毎日のケアをやってますもの カリスマじゃないですけどこれぐらい育てるんですよ、ええ、同じように生まれてきて同じように育ててきて彼の方が顔が小さく生まれてきて彼の方が、ね、僕は山道に引っかかって僕だけ帝王切開って <laughs> なんでやねんっていう感じだったんですけど <laughs> <laughs> な大物遅れてきて俺だけお前これ頭でお母さん寝れませんよって <laughs> <お>なんでやねんって言って <laughs> <laughs> おかしいゃないかって話だったんですけどすねっ、ね、こうやって変わるんですよ結構衝撃でしょ だって首が凝ってしょうがなかったですもんね、うちに痛くてやっぱりプロだから傾く、やっぱり首に負担かける、でもね本当に呼吸法とマッサージのケアだけですよ、すごい呼吸が上手、これ、見てください、これ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 、こうなっちゃうんですよ、これね、女性もなるんです、なるんです、骨格的に、安斎先生みたいです、筋肉、スラムダンク先生みたいです。 ターキーネックっていうらしいかっこいいじゃんお前ターキーネックだぞお前かっこいいお前英語やないかあなんか「スラムダンクでこういうシーンますよねそうそうそう安西先生にそうこうなるんですよトリブルスんなリルマッサージはがやっぱり大事めちゃくちゃ大事毎日と。本当に YouTube の正面画面でも川北さんチャンネルで以前と今の顔の全然違いがあれだからみんなえなんとかって言うんですけど もう今これで分かったでしょ嘘じゃないってことが。誰が貧乏やね。名前変えろ、お前は。ターキーネックレス。ターキーネックレス。いや、っいうことなんですよ。で、やっぱり。ここ、おここね、ああ、落ちちゃった。大丈夫です。大丈夫です。はい。これ上がらないんですよ、首が。うん。首が上行かないんですよ。ここでほら、もうここのお肉でもたついちゃうから。あと、この筋肉が伸びてないですよ。ね。ええ。 戦 <laughs> からもう上げられないここまで水にかっちゃったら呼吸できなくなりますよ、うん、絶対死んじゃうと上げないとだめですそう上げないと上がんないでしょ上がんないでしょだから上がんないそうですね筋肉の硬さがありますそう昨日も言ったようにこうやって先生に僕教,わ<あ>教わったようにうーの口してふーだけかくことによってこの首の筋肉がぐっとへこむんですよそれがこの綺麗なラインそしてそうです上向いて。 うの口皆さんやってみてください、うーの口して、吸ってください、こうやって、うですて思い出さながら。そうですよ、うーの口しながら、それでもう運動、それがすごく運動、ずっとメイクもそする携帯見てると、もう20分、30分当たり前1時間下向いてるときあるんです、そうするとこの筋肉って固まって、凝り固まって筋肉が収縮して、それがここにもたつきにもなってるんですなるんですすだからほぐと ううの口してほぐすも上向くことがもうないじゃないですか上向いて生活してないですよねあできれいですすごくそうそのり。ありこうやるときにこうなってると杖が詰まっちゃうあさ刺しちゃってごめんなさいじ骨を上げてかわいこっちを上げて手を正してお腹で姿勢を取ってからさっきの上手でしたすごくそう こうじゃないですよ肩甲骨下げるんですよね、そうそうこの時腰、いかないように、ぐらないい。そうですこれで押さえてありがいす、そうするとね、本当上の方まで見て、本当にね、気持ちいいですよ、うん、中間にするとすごく気持ちいいしでで、呼吸が深くなるんで、でね、頭まで、ね、リラックスできるでする、リラックスする、で呼吸ができると、ね、次の話、代謝ですよ、ね、代謝が上がるんですよ、代謝が上がらないから、うこうなっちゃうんですよ、かわいそうに。 細胞がしん死んでて死が <laughs> た、でも本当はいいですよ、もとはすごくいい,で,元い,いんですけど、感想をずっとするタイプあの、ほとんどやってこなかったんで、これは本当に面白くてくて、まあ、僕もそうなんですけど、裏方の人間で、彼も裏方のこうやってね制作やってる人間で、そういうタイプにありがちなんですけど、感想をしていることとか。 ね、人の腕、お客さん、ことばっっかりや人、すごく真剣なのに、自分のことをね、何にもやらでもすごい感想したんですけど、ちゃんと昨日買ってやったんですよ、買った。全然、買買っったですね。全然、つやが変わったのわかるやん、おいちゃん、か昨日までもサハラ砂漠帰って、俺、本当サハラ砂漠来たんって言っメイクされてないですもんね、しすごいきれいになったんですよ、本当に一日、二日で変わりますから、マッサージクリーム塗りました、今日。でしょはい。で 彼がね、だから半年後ちょっとこうなってるかどうかもね、かかってると思うんですけども。え、YouTube でやろうかな。いくら？僕のね、ちょっと相談しているも。相談しとく会社とって感じです。はい。では少しちょっと質問がね来ておりますのでお答えいただきりいました。ありがとうございました。大輔さん、嬉しいね。大輔拍手くれてるから許してあげて皆さん。はい、ありがとうございました。はいはい。 質問が来ておりますが、はい、マッサージの加減を知りたいですというご質問が来ております、はいあはいえー、それはあの僕の、えー、とインスタグラムのメッセージの方でも来ましたやはり強すぎは良くないんです、うんはい、で筋肉ってそもそもコペぺーのように凝り固まってる状態の筋肉って血行不良が起きて血液のあ血管がね膨れてる状態、うん、これに強い刺激をすると血管傷つけたりするんで余計凝り固まっちゃうんです、うん だからやっぱり、ね、あの僕、いつも説明してる軽くでいいんですけどよく、ね、筋肉を動かすよに揺らす、回らて揺らす、うん、動かすんです、もむんじゃないです、押すんじゃないです、少し少し圧を変えて動かしてあげる、そうこれだけで十分筋肉がほぐれていくのとあと、ね、筋肉を動かすとどんどん代謝が上がってくるんです体体と一緒です体と,体と一一緒緒です、うん、ですで代謝が上がらないと皆さんご存知だと思うんです。 代謝が上がらないと栄養も運ばれないしリンパの動きが悪くなるから必ずいわゆる顔体の中に残ったいわゆるあの不必要と言っちゃいけないんですけれどもやはりあの働,くなった働かなくなった細胞が外に出にくくなっちゃう、うん、そうすると新しい細胞が生まれないのでその若い細胞が元気で筋肉を上げていきますのでお肌も同じですややっぱりやることです。 ね、毎日癖のようにやるとあやると気持ちいい結構ほぐれると気持ちいいって絶対皆さんなってくるんですよその時にお本当に生き返るように筋肉も肌もぐっと引き上がってきますから強くやる必要はなないですないですね、はい、まあだからそ,のそれこそクリームつけてちょっと心配な方はクリームでちょっと滑りよくしてあげるっていうのはすごい大事、はいね、摩擦軽減は大事ですやっぱり。うんそれで 乾燥してますしね。指輪などは外して行った方がいいですかという質問来ています。指輪当たらなきゃいいです。当たらなきゃいいです。はい。どちらでも。もうやりやすかったらいいんですけど、やっぱりこう僕なんかグーを使うからやっぱり指当たっちゃうこともあるんで外された方がグーは使いやすいですよね。まあ僕らこういう顔を触る人間はね、ちょっとあの傷つけたら怖いって外すようにはしてますけど、もう一般の方はだぶ出先だったらね、つけたままでもやっぱりこう。 指はフリーですから自分の顔に合うようになってると思いますね手って皮膚がぴったりだし骨格にもぴったりなんですよ手てね人の手ももちろん気持ちいいんですけど自分にピタッとくるようになってるんですよおっしゃる通りで僕らはこう人の顔触ってると体触ってどんどん柔らかくなるんですよどんどんいろんな人のそうですけどお肌にマッチしてくるんですけどご自身も自分の体をマッサージすると手ってね柔らかくなって肌にすごくヒットしやすくなるんですよ そのから機械的なもの触ってるとゴワゴワになっちゃう。ありますね。そうなんです。あもう自分の体とかそうね。ってもらうといいかもしれない。はいはい。え続いてですね年齢とともに目の開きが悪くなったというかまぶたが重くなった気がするのですが。質問が多いですね。質問が多いんです。これもあのちょっと呼びましょうか橋本さん。そうですモデルさん呼びながら。さっきねあの見させていただいたんですけどまずまず先生目の話します。はい。ちょっと橋本さんこちらちょっと 目がね、こうパチッとして綺麗な目なん、はい。ま先生、ま一応クリームつけていきます。はい。はい。目の話いきますね。目の話いきますね。年齢とともにっていうね話もそうですし、で、まあお顔全体につけるっていうことが基本なんですけど、今はちょっと目だけやりますんで、せっかく綺麗なメイクしてるんですけど、申し訳ないですね。スピンでしょ？あ、本当。すごいですね。テカテカ綺麗。で、言い方テカテカ。あ、つやつや。つやつや。つやつ きれいであの実は目をやる前に目にそのさっき言った目がたるんでしまう原因はこのおでこにあるんですおでこ知ってました知おでこですおでこです何で<ぜ>かここというと、ね、ここでちょっと僕ら一言だけ、はい、よくボトックスしわが入るからボトックス打いうこと最近よく聞きます聞きます,聞きますよね,ね質問もありましたもんねはいそれは先生はいでもボトックスっていうのはリスクを考えた方がいいんです筋肉の動きを止めてしまうんです でもこの目に関してはよくおでこにボトックスする人ってシワが取れるかもしれませんがこの前頭筋っていう目をパチッと上げてる筋肉が力を失ってしまってこのように下がっていっちゃうんです怖いでしょそうですで目が下がってしまったっていうお悩みを僕の当院でも聞きます<え>、ええ、どうした方がいいですかやはりここの筋肉この筋肉全体的におでこの筋肉でまず眉毛のこの上結構凝ってる人が多いんです それを少しクリームをつけて摩擦つけてこういうところで結構皮膚もちょっと弱いですからやはりね傷つきやすいから割とたっぷりめでつけて大丈夫ですそれでいいですか見えますまずこの眉毛の上です指先二本でいいですこの二本で指先二本はいをこのぐらいゆら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 してみてそう結構ねここちょっと触っただけで痛いって人もいるんですよここ これねあの、ボトックス、万が一打たれている方でもやってほしいややっってほしいやっぱり筋肉のいわゆる力を回復するんですよ、うん、それって凝ってしまってると血流が悪くなって本来の力が出てないんですだから、凝りを取るんですよ、鍛えるんじゃないです、凝りを取りながら少し循環を促進して、本来の筋肉の力を取り戻す、そういうぐらいの強さで十分です、なので、このぐらい、痛くないですよね。はい でもねこの辺はねちょっと凝ってるからね痛いし、あと眉間気になる人多いです。眉間ここ皮はシワいっちゃうからね。ここね結構筋肉が記憶しちゃうんですよ。うん、記憶してしまうこの眉間にしようする記憶しちゃうんであ眉間皮はいっちゃう人います？ここで会場で,いいでねあいますよね。目が悪い人とかなりやすいしね。うん、あと普段怒ってるわけじゃないですもんね。やっぱり入っちゃうんですよね。そうですね。はい、はい、なのでここも 少し圧をこうてゆらゆらゆらって揺らして、今多分見逃して。クリームつけてないんで、本当にゆる。そう、本当に。ソフトに触ってくださいねで。で、やっぱりクリームつけてると、こういう風に回したりできるんですよ。滑る。摩擦が滑るか、経験がないから。で、ない時はやっぱりあんまりずらさないで。ゆらゆらゆらと。とそうすると、ほぐれてくると、力を入れないくせに変わってくるんですよ。もう、だ。力を入れてしまってる癖なんです、うんで。やればやるほど、筋肉の癖って取れてくるんです。 いいくせに変わってきますのでぜひこことその眉毛、はい、であとねこれもね皆さんよく分かったあよく分かりましたって意見多かったんですけど大体この中央部分にしわが寄りませんかしわがないので綺麗なんですけどもねしわに入っこっちの作れるはいで,は、ね、でここ <laughs> であとねここにも出てしまうんですよこれお悩みの勝因ですだから皆さんボトックス売ってしまうんです打っちゃうんです、はい、なのでここ真ん中からまず 指を当ててこの下部分下部分は下げてあげてくださいなかなか怖いですけどねそうなんですあこれで目下がっちゃうんじゃないかなと思われる方いっぱいいます、うん、もうメイクセオリーとしてもちょっと怖いなと思うところですけど、はいはい、抑えてねな,なぜかというと眉毛をこうやって皆さん上げようとして目を大きくしようとしている人いませんかいる今日からやめた方がいいです逆に下がっちゃうんですよ、ね、そうなんです お,おばあちゃんお母さん世代の方見てみると目と眉毛がすごく離れている方多いですね、ええ、そういうふうにこう思った方いませんかあれってそうなんですけどグッ、ね、て力があごめんなさいね <laughs> ぐって力が入ったままここで凝り固まっちゃってるんです、うんうん、で目はどん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 今回逆に力が出てないんですよねえここその結果そう眉毛だけ上がって目が下がっちゃう、うん、だからおでこから下は少し下げてあげて筋膜を少し緩めてあがら下げてあげる下げてあげる ここだけですよ今度は真ん中から上はこうやってやっても動かない人ばっかりでしょ頭動く人います頭固くなってるよね多分ね<う>、うん、コロッケさんぐらいですよモドマネタレントの <laughs> <laughs> あれはあの人はこれだからすごいからねこれです、うん、でそうじゃない人ってやっぱりそうなんですよ固いんでこれ動かないだからここは逆に上に上げてあげるんです、うん、こうでまた真ん中もって感じです これでだいぶね目が変わってくると、ねはい、でであとこの生え際もやってあげてください、うんはい、でやっぱりクリームなんで最後は全体的に回してそうですねなじましてごらんクリームの成分と保湿力を上げていくこれ本当にちょっと時間ない時はこれをつけてちょっとだけでも上がってきますから、はいはい、あともう少しやりたいなっていう人はまぶたを触らないでくださいこの骨眉毛の上にある骨眼加工っていう穴が開いてる、うん、この骨の際 これをちょっといらしてあげる。少しずつ。ここはもう本当ここはね、この際は皆さん絶対痛いと思います。眼顕疲労も来ている人多いので。で、ここの際を本当に軽くでいいです。ゆら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 そうすると目パッチリします僕毎朝やってます。ここだけ触った方がいいですね。はい。そうです。まぶたは触っちゃいけない。まああとはねこの涙袋は。 こうブライドタッチでタンた叩くようになり、はい、少し軽く撫でるだけで十分です、はい、必ずやってほしいのは絶対にクリームつけることもしくは保湿をしっかりやること、はい、これ忘れちゃうとね何にもその肌にパンパンって当てたらね皆さんがご心配されてる刺激だったり摩擦だったりと起こるでしょ、はい、うで特に目の周りは皮膚が弱いですからねはい、はい、は気をつけてやってくださいありがとうございます、うん、では続いてはい ほうれい線と顎下のもたつきに効果的なマッサージはありますかとまあもたつき首はさっき言ったように上上げることでこのフェイスラインきれいになりますほうれい線ほうれい線これねまた一昨日かなり高評価だったそうですね一昨日も先生に教えていただいたんですけどやっぱりクリームをつけていきますまずありがとうございますあのクリームね最初分かんなかったらたっぷり使っていいですい。 非常にねねこれねすごく滑らかだしたっぷり使うことによってやはりこの摩擦軽減だけじゃなくてやりやすくなるんですよ、マッサージーが。引っかからなくてメイクに影響しないですから夜は,夜はたっぷり使ってもいいです。朝はちょっと、ね、少なめにしていただくと少しこうやっぱり乾きが必要だったりするのでいきますね、はい、ほうれい線うほうれい線ラインにかけて少しクリームをつけていきます。うん、口元とで 大切なのがいいですか今から言うことよく見てくださいアップでもいいですよ一番ほうれい線を作っている原因は、うん、あ聞こえてます聞こえてます、はい、この鼻の小鼻のこの膨らみと頬骨のこの中央部分にあるこのちょっと上上目そう。でこのままにこーって笑ってみてくださいにこーとここ動いてないんですよ、ね、にこーって笑った時にこの筋肉が動いてないからここで詰まっちゃってるんです 皆さんマスク越しでもいいです、2個折ったって、ここ詰まっちゃってるなと思う人、結構多いと思うんですそれってこの筋肉が動いてない、この筋肉が動いてないとどうなるか、ここが下がっちゃうんです、それがほうれい線になっちゃう、あと骨格的に、やっぱり頬骨が高い人、うん、頬骨が高い人、これ、上あごと頬骨が高い人は、ここ溝になっちゃうんで、よりむくみやすいし、筋力を失ってます。うん、溝ねね下,、はい、下の部分ななりまますからずここをぐりぐりやってください、うんで 本当に効果的なマッサージはこの後教えますこれはマスク越しでもできるんですけどまずは夜のこうケアティーンから始まってもらってもいいかもぐり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 とで次に今度は頬骨の下にあるここの硬さこれちょっと痛いでしょ固まってますここもぐり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 そうですはいで大体5回から10回程度ぐリぐリ回せばいいですで今度は少しずらして ちょうどこのニーってやった時に一番筋肉が持ち上がっているところですねそこの頬骨の際、グリ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 りとでその後その後これもそうですすごくいいですよこの頬骨の際際,際をゆっくりぐーんと骨に沿うようにして耳の方にそうですこれを回回から5回やるんです そうすると筋膜も緊張が取れてきて筋肉もほぐれてきてあとね結構位置も矯正されるんですほ、うん、っぺたの筋肉、うん、であとほっぺたのお肉がどうしても気になる人いますここについてるお肉これ日本人の方多いんですよね多いかなりです、ねえー、はいそうそうここって胸骨筋っていう筋肉があるんですよ、うん、脂肪だけじゃないんです、うん、でそれがほやっぱり凝り固まってるとドーンって下がっちゃうんです,下がりますそれもほうれい線だしあとここの 持たつ期間が取れない、うん、そういう方はその指3本指三本で溝山目の下ここに少し当てながらゆっくりグーんと筋膜を少し伸ばすような感じ、はい、これもやっぱり乾燥してるとダメです,そうです、ね、皮膚がやっぱりちょっとねやっぱり弱くなってると皮膚に疲労が起きちゃうんですなのでやっぱり保湿してクリームをたくさんつけて頬骨を後ろに。 見えます先生あれはマリオネットライン昨日結構言われたここもねあるんですよ。で口輪筋っていうこの真ん中のこういう口の周りの筋肉です。その筋肉が笑わないからみんな表情が作れてないから固まってるんですよ。 あとマスクつけてるとやっぱり動かしづらくないですか動かしづでねマスクの話もねすごく皆さんああなるほどっつって興味示している方多かったんですけどまずねそのマスクをつけてるためにこの口の周りの筋肉さっき言ったこの口輪筋が固まっちゃってここが口角が下がってしまうとお悩みが多いんですなれがマリオネットラインになってくるとここも口角のところここですここも ぐり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 と回すように回すようにあとこの下のここですここにくぼみがあるんですここに結構痛い人もいるんですよむくんでてそうそこのその辺その辺その辺そこもちょっと圧力を加えてぐりぐりぐりってと揺らしてくださいでいいですかそれで最後に仕上げなんですここもそうだったんですけど筋肉は正しく動かなくちゃいけないんです この痛いところをはいありがとうございます。痛いところをグッて押さえてでこの状態でにこーって笑ってみてくださいにこっそうこれを上に上げたいんです上にいいですか上に上げたいんです上に上げながらにこーってしながらぐる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 ってマッサージしてくださいそうするとより効果的に上がるんです。よ、うん 筋肉を上げようとしているのに上がらないから指で誘導してあげるんです。なるほど。そうです。10秒ぐらいです。うん、10秒ぐらい両方でグッと押さえてニコって笑ってそう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 するとねここにボコって筋肉が膨れるのがわかると思うんです。うんうん、その筋肉は固まって動いてない。であと口元も同じです。ニコってしながらそうニコってしながらもっとここを動かしてあげたいんでここにね硬い筋肉があると思うんです。うん、これこれ硬いでしょ。笑ってます？ そういうふうに笑ってるといいそういうので笑いながらぐーんとほぐしてあげるこれも10秒程度でいいですまあこれはねでもねパートナーとかいる前でやらない方ですねめちゃくちゃ怖がられるから笑いながらこうやってこうか確かに笑いって怖い時ありますよねだって目はマジねそう目はほん真剣で真剣でこうだけ頑張っていってやってるんですからそこは扉閉めてでも今ね今どうです笑いやすいでしょ 上がすいで本当見てもらうと分かるんですけどこっっち上がてますよ正しい位置にね正しい位置を見てみてこっちを僕がケアしてこっちの方が下がってたでしょ楽でしょこっち見て楽でしょ俺さっき言ったもんねこっちめっちゃ下がってるでしょってそう額関節がちょっとずれてますからねちょっと下がりやすいでもね本当に今日クリームつけてなくてもマスク越しでもいつもやって大丈夫です押して押してーってやってればーってやってるのマスクつけてると分かんないじゃないですか だからオフィスでも何でもにーってやりながらちょっと怖いけど怖い怖いですそうです万が一を考えるよねほうれい線にはねかなり効くポイントなんですよもちろんここのケアも大切ですほうれい線ラインをマッサージすることもでもほうれい線作ってるのは割と上なんです上の筋肉なんですクリームの使用量はどれくらいがいいんですかという質問を受けておりますが これ全体的につけるんですけど、鼻だったらこれ何大って言ったらいいんですかね、こう果物に言うと枝豆いや、パール。パールですね。僕もよくそういうこと言うんですけど。初めて聞きました。はい。パール。パール大で、だいたいここから口元から顎の先先端まで、はい。てかぐらいです。分かんなかったら本当に最初は多めでいいです。そう。少ないのでスタートするとやっぱり皮膚にねダメージ入るから。最初にたっぷりつけることで、やっぱりこう。 保湿因子がやっぱり足りなくなってる人もターンオーバーが悪くなってるだからやっぱりつけてあげる乾燥がやっぱり保湿因子を生まれなくするターンオーバーを逆に早めちゃってる原因にもなってるまずは夜スタートしていただいてまずはちょっとたっぷり目からスタートしてあちょっと量多かったなとか残りすぎちゃったなまあそれは他のとこつけとこうね首とかねでやっぱりここも同じですやっぱり顎のラインであやっぱりね首がねいかない人って多いんですよいかないね結構。 そういう人って絶対ここ凝り固まってるんですああそうなのさっき言った通りここは川北さんも僕も大切なラインこ,ここここ本当にここなんですよここが綺麗な人がすごい綺麗なんです顔が小さい人ってすごい綺麗かもしれないですけど小さくてもここ出てない人って首なんだか顔なんだかわからないときそうなのさっきねビフォア君が来たいでしょビフォア君がだから、そうです。ここここ,こ,こなの。フェイスラインが大事なんですよ大事なんですなのでもちろん この入突筋もやるんですけれどもこれも前回もすごく皆さんよくやってくれてるんですごいここ変化ありましたってお人多いんですよ、うん、あとはね顎の先端部分のここをまずほぐしてください、うん、ここ痛いですよここで先端部分のちょっと横<吸>そうポコッとへこんでしょうやっと吸ってごらんくる吸うとね動くここで硬い<う>すごくねいいモデルさんやっぱり硬いもん僕、うんね、からするといいモデルさん、うん、ここが ちょっと凝ってるなっていうのは痛いところあると思うんです痛いところ探してみてこのラインで吸って吐くそこがね凝ってるんですそうするとここが下がってくると実はこのラインが下がるだけじゃなくてほっぺたもつられて下がってっちゃうんですよ首が硬い人巻き方の人絶対肩が下がってこうやって下がってると顔は下がってますそうね筋肉がつながっこうなるからねこうなるからそうなんですだから胸までのケアをしましょうって僕言ってますはい でやはりここっていいですこのラインはやっぱり強調したいから僕はこの指のここここですねここここでぐーと先端からあよく映れてますここまで、うん、最後ここから真ん中からぐーと先生はこのやり方だけど、はい、皆さんやりたいですし<う>親指でやってもいいですしさっきの指の腹でいいです、うん、爪を引っ掛けないようにだけしていそうです はい。本当にここでもいいんですよ。そうそうそう。僕誠実でこの手を使ってますけど、ここでも十分よく動きますね。はい。これあの夜からっていう話先ほど川北さんがありましたけれども、タイミング的には朝と夜だとあのなんでしょう。夜の方がやっぱりね、朝はねやっぱりいい見かけを作りたいからメイク前にやるといいんです。これクイックです。クイックですね。夜は結構じっくりやってほしいのはコリカ。 凝り固まったまま寝てしまうと力を入れる癖がついちゃうす、うん、リラックスして寝れないですよね、はい、睡眠にも影響される、うん、そうすると皆さんほとんどの人が睡眠時にやってること気づかないうちし食いしばりと歯ぎしりなんですそれでねここがものすごいパンパンになっちゃってるしいっぱいいるんです緩めてあげて寝る、はい、リラックスできるし、うんはい、あと代謝上がりますよねす代謝が上がってこれやってから寝るほう、はい、そうすると副交感神経が働くんです、うん 血管が拡張睡眠に、ね、結構お金を出す時代になってきたじゃないですかそ、はい、でその交感神経の働,きの,ままあの働きで寝るとゆっくり休息できるんです、うん、そうすると食いしばる時間も減ってくるから夜はやっぱりほぐす揺らしてケアする、うん、そしてやはり回復させなくちゃいけない寝てるときにそのためにはやっぱり保湿が大切。 スキンケアの最後クリームつける時のタイミングタイミングで言っておくとまず一番はブースター先やってください水分ちゃんと整えてくださいその後に VC のセラム10これをしっかり入れてハンドプレス入れた後にこのクリームだけでいいこの3つでいいですもう最悪はこの2つでもいいですこの2つでいけると思いますこんなことメーカーとしては言っちゃいけないけどねでもその一番いいこの液をはい つけてその後にクリームつけるとそのまま流れちゃうんじゃないか違うんです、うん、いい物質は流れいいですかやっぱりこうマッサージすることによってまず水分も動いてくるんですよ、うん、そうすると人間の水分って電解質っていう電気の水なんで微弱電流が発生する、うん、そうするとねブロックが開くんですよそうするとそのブロックがすごく人間は優秀で、うん、いいものいいものっていうのはね粒子が細かいんですよ、うん、そういうものはね全部吸収するんですでも こういうふういふにやってやっぱり茎が細胞で汚れてる部分とか粒子の悪い粒子の粗い、えー、とゴミ的なものじゃないですけどそういったものは逆にブロックから中に入っていけないんですよね粒子が粗いんでだからいいものだけが入るんでこの組み合わせはすごくいいですいいですね、はい、だからこの2つでもいいのでまずちょっと騙されたと思ってやっていただいてメイク前はまたちょっとこのクリームがね多かったりすると、はい あのー、ちょっとの滑っちゃうということがあると思うので、えーえー、そこのコントロールはしてるんですけど夜はしっかりやっておけば、はい、翌朝の顔の全然,全然違いますあの、はい、昨日もちょ,っとちょっと話したんですけど、ね、その夜寝てる間に睡眠がちゃんと取れると、うん、大体僕男性の人でも大体、うん、大体体重1キロ下がるんですよ、うん、それぐらい代謝が上がってるんで,そう,んで、ね、そうしていくとやっぱりいい傾向が生まれてるんですよね。 人やっぱりいるいらっしゃると思うんですけど子供さんって寝ながらものすごい代謝してるから汗かいて大汗かいたろうですあれでね数キロ落ちてんです落ちてます落ちてます若い方ってもう寝て起きた起きてみると痩せちゃうんですよそうなんですちゃんとこういうのやって代謝上げて代謝を上げる本当に変わりますはい顔もね代謝の話もね一昨日もやりました代謝が大事なんですやっぱりちゃんとターンオーバーしないと肌の代謝上げていかないとやっぱり ななな肌にっていいかかですらね新しいものが生まれづらくなっちゃう古い細胞組織が残っちゃうとただね本当はね試しにやってほしいぐらいですよね1か月こっちはやらないこっちはやるってすごい差ですよ多分それぐらいもうでもそれはなんとなく皆さんどうなるか想像ついちゃうと思うのでそれはやらないでほしいんですけどやっぱりむくんだ顔をねしてるよりはやっぱりフェイスラインきれいなほうが絶対いいですその通り で、おっしゃる通りで、やっぱり、その日の凝りは、その日に取らないと。うん、毎日また寝るんですから。毎日固まっちゃうんですよ。だから、僕も、柿田さんも言ってるの、呼吸とマッサージで、準備した後、寝ると、睡眠が変わりますよ、皆さん。絶対変わります。だから、僕も、ま、枕、置いたら、もう、その後、携帯もちゃんと置いて、うん、ま先生もそれおっしゃってたんですけど。そう。もう、すっごい深い深呼吸します。鼻から。そう。そこ、それなんです。ね、携帯見ながら、寝ちゃってる人いません、ね。ベッド持ってってる人。 これほとんどなん,ですよ、ね、ほとんどなんですよそれをやめてくださいこれがダメですよって言っても,もうこれが生活習慣になっちゃってるからなかなかやめられない、うん、でそれでも実はさっき言った通り携帯を置いてこれから寝るぞって時に鼻からゆっくりで口と鼻からゆっくりふーっと吐いてあげるこれを15回やるだけでいいんです15回それはスイッチ入りますから睡眠のスイッチをやってみてください うちに来ている方でも今、予約がかなり混み合ってしまってておかげさまで、うん、それなんで結構1回目、2回目の後がすごく空いちゃうんです、2か月以上、うん。全然取れないれやっぱりキープするためには全然取れない予約、<laughs> 本当に俺、1か月1回やっと取れる感じだから、ね、れ本当にねね今ね、ちょっとまた取りづらくなっちゃってるんですけども <laughs>、うん、やっぱりあのなるべくいろんな人をやりたいんですけどもやっぱりこう感覚が空いちゃうと心配になってくるんですよね、なるねいいものをやってても。 でも、これをやった人とやらない人じゃんです違う筋肉がいいちっちゃくなってるんです、うん、僕の施術は筋肉がちっちゃくなるように、噛み合わせと筋肉のバランスを整えるのが骨の治療でやってるんですけど、それを本当に真面目にやってる人、これね、芸能人の人、すごく真面目にやってるんですいやそうですよ、それは意識高いんです、意識高ギリギリまでやっぱり見る携帯見てるんですって。 でももう,寝ようこんな時間だと思った時ときにふっと思い出してあ、山口先生、こんなこと言ってた川北さん、こんなこと言ってた深呼吸だ、ゆっくりで口からゆっくり吸う口と鼻から同時にすうときはゆっくりそれ15回でいいです、自分の中のリズムでいいです、うん、そうするとね本当に10回ぐらいで毛細血管が拡張して心房が温まってくる人が多くなるんですね,ねはい 寝てるときのお話につながるんですが食いしばる癖があったりするそうでエラが気になるんですがマッサージでどうにかなりますかとなるんですまずマッサージでやってほしいのはいいお肉にしとくってことがすごくいい筋肉にしておくとがっちがになっている、近ガチの筋肉のところにしてしまうとどんどん張りますのでいわゆるパンプアップって知ってますす言葉男の人好きなんでよ僕もやっぱりやっちゃうんですよね。 パンパアップしてるとすごくこうかっこよく見えちゃうんででもいいですかパンパアップっていうのは血液をすごく循環失ってるんですよはい逆に大きくはなるけど細くならないんです毎晩やってるんですよ筋トレを皆さん歯が壊れちゃったってすごくいるんですセラミックまで終わっちゃった一日に1回の力が大体女性でも4 0 5 0ロ。それが何十回で終わらないです一晩に何百回やっちゃう当然筋肉大きくなっちゃう5 0キロ持てます持てないでしょ 顎は強いんですよ、うん、顎超強すごく強いんです、はい、でも開けるのが弱い逆なんですよ筋肉ってワニだってそうなんです人間の手だってワニの口って開かないんですよ動物ってそうなんです開けるのが弱いですだからやっぱり一緒にマッサージするとこの開ける機能がすごく良くなってくるその開ける筋肉って開くだけが重要じゃないです後ろにも引っ張ってるんですからああでねそう引っ張ってる筋肉が開ける筋肉ですよ それを噛む筋肉で壊しちゃってる、うん、だから寝る前にやってそういう悪い記憶を取らないといけないパンプアップして力入れてるっていう状態で寝ちゃってるどうするんですかここにも力入っちゃいますでああ面白い面白い夢中になってしまってああこんな時間とか寝なくちゃすぐ寝なくちゃって,ってこんなまま寝てますだからやっぱりほぐしてあげて呼吸で整える先生あれはマウスピースは あれは、ね、すごく、ね、いいです。いい歯の保護だけじゃなくてやっぱり、ね、歯医者さんで作ってもらうマウスピースって自己矯正されるんですよ。うんうん、リテーナーの役目もある。なのでできれば歯を傷つけているとか顎が悪い歯医者さんに指摘された人それはつけたほうがいいですそうだ、ね。歯削れちゃってるからね。削れちゃって。うん、なんかもうセラミックとかもうつけられなくなっちゃって菌なんて人いますもんね。うん、そうね何度も折っちゃうから、ねで。折っちゃう力でやってるんですよ。もう男性が ガキさん何キロですか？これね、ベンチプレスだって相当な両手で、それなのにもう平気で女性でも5、60キロ噛んで,るんです。だからやっぱりね食いしばりで膨らんだ筋肉はまずケアをして睡眠の改善をする。はい、大事だね。はい、ありがとうございます。はい、あのスチーマー併用してもいいですかという、あ全然大丈夫で、ね、す大丈夫ですかねーーは？はい、もちろんです。はい でもそれこそ先生の開発したいなづでも一緒に併用していただいてまたねすごくほうれい線ラインとか筋肉の弱いところにはものすすすごごいい効果あありりままがとうざそしてちょっと小顔の話から変わるんですがめっちゃ乾燥するんですがよりにくいツヤメイクを知りたいですという質問が来ておりますめちゃくちゃ乾燥するでそれ多分油が出ちゃって自分の油が後から出ちゃってメイク崩れてるんですよ。 だからめちゃくちゃゃく乾燥するんだったらもう本当だ騙されたと思ってこの2つ使ってその後 UV プライマー使ってもらえば大丈夫ですよくねそれうがうあるんですかるわかるでしょということ乾燥している人って、ねうん、あの自分で後から油で外から下から出てきちゃってその油で崩れていっちゃうんですんだからやっぱり昨日もちょっとお話ししたんですけど、うん、どうですか先生乾燥肌の人多いでしょ手術に来られる方、はい、芸能の方は結構しっかりやられてます,、ね、そうなんですだから。本当に、うん 僕も誠実の時にすごく気を使ってクリームなりオイルなりそれも最近ではもうこのクリームは本当にいいので僕はそれを使って誠実もしています。うん、だかなと思うのであの皆さんが思っている以上に、えっと、しっとりベーススキンケアはしといてもいいと思ってます、はい、でやっぱり乾燥ってすごく肌の弱さが出てくるんですけど肌の力も失うんですけど、うん、実は筋肉も力を失ってるんですよ。 えー、保湿因子っていうのを生まれてその保湿因子が含まれてる細胞がたくさん生まれなくちゃいけないのに、うん、乾燥したままにするとそのターンオーバーがちょっと早くなっちゃうんですいわゆる未成熟な細胞が生まれちゃうんですその未成熟な細胞は保湿因子が生まれないまま細胞が生まれてきちゃってるんですそれはすごく弱い肌になっちゃうからそれをやっぱりさせないためターンオーバーを早くさせないため 一番いいターンオーバーにするためには、保湿が一番大事なんです,そうですねしっかりと、はい。筋肉もそうです。はい。はい、ありがとうございます。あのマッサージをする際、ニキビなどがあったときは避けた方がいいですか。かそれは避けてほしい、まあ、そそうですよね。はい、それは避けてほしい,、はい。はい。ニキビね、わかりますよ。僕もこの3日間のプレッシャーで、なんかごっつんできましたから。なんかああ。 すっごいわかるストレスう, <laughs> うちのスタッフも結構できてました <laughs> その時皆さんどうどうされてるんですかあ僕らはあのそのそれこそクレーウォッシュとかクレンズウォーターとかあるんで、はい、もうそれでかなりニキビのケアできるあと VC10 ってニキビってかなり、ねはい、効果的なすごい、ね、やっぱりどこの皮膚科に行ってもビタミンが足りませんよって必ず言われますビタミン C 入れてって感じですね、はい、あのリカバリー の力が失っちゃうんですよねそうすそうだからやっぱりねこりがそれ同じですよコり取っとかないとだめですよニキビ治らないですよ、ええね、なぜかというとスキンケアってお肌のケアだけじゃないんです筋肉筋膜が大事だってそっちの方が血液量多いでしょう<肉>ってことは栄養を運ぶ量も多いんです、うん、だからやっぱり筋肉をほぐしてだそこは触っちゃいけないけど他固まってるところをほぐさないとそこを回復できないそうですあとは腸内腸内環境 これはまたね難しい話になってくるね。はい。ありがとうございます。あとマッサージどのくらいの時間をかけてやればいいのか、長すぎると負担がかかってしまいますかという質問来てますが、負担かかっちゃうんです。あまり長すぎない方が。してもね凝ってる人ってで強くやりたいし、なんか痛いから効くみたいなことあるんですよね。そう思ってました。そう思ってたでしょ。はやっぱり自分に辛さを与えるんですよ。 すごい痛いところに行ってました <laughs> でもねそういうストイックな人多いんですよ <laughs> 多いね。こ痛くないから効かないんじゃないか先生の施術も今日はなんか全然痛くないから今日は効いてないんじゃないかなんてよく言われるんですけどいい環境になれば多分痛くないんですよ施術もマッサージもガチガチな筋膜になってる人をほぐそうと思ったら痛いです行かれてるところとかはもしかしたら深く入れて深くやってるかもしれないでもねそう痛みがあると聞いてやっぱりね 筋膜が緊張しているから筋膜が痛いんですけどあの時間的に言うと本当にクイックでも十分ですよけますさっき言った通りで YouTube でも説明したんですけど 1>,、はい、1箇所本当に10回程度でいいんですよ1箇所でトータルでだいたいっぺんにうね、両手で,できるようにうまくできたらいっぺんにやれば大体ここだけで3分ぐらいで十分です。分、うん、分から5分ですね首入れても大体もう5分ぐらいで。うん あの筋肉って、ね、オーバートリートメント起こしちゃうんです、やりすぎるそうです、ね、あの疲労しちゃう、逆に。水分入れすぎてもねそれに対応できなくなっちゃうんで、うんはい、だがっつりっていうよりは、もう毎日癖でやる、うん、だって、自分でマッサージして、なんか手が疲れちゃったって人いるじゃないですか、い<る>やりすぎですよ、力入れすぎ、だってもう、こんなぐらい叩くだけでもいいんですよ、<の>筋トレじゃないんですよ、ほぐす、はい、ほぐすってことを思ってほしい。<ー> <で>あと<で>体は筋トレですけど、はい、こっちはほぐす、ほぐして、だから揺らすだけでも実際ほぐれるんですよ、うん、筋繊維って結構こ、こんな絡まってるんですだから働かないんです、しっかり。うん、それを揺らすと、糸をこうやって、ぐちゃぐちゃってなった糸をこうやってやってもゆ、緩んでくると、だん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 まっすぐになるじゃないですか、繊維も同じなんですよ、だから揺らしてやると、まっすぐになってくる、だから揺らしてあげて、動かしてあげる。筋肉っってて本来止まってるもののでではないので 動いて埋るものなので動きを出すっていうようなイメージ。はい。グイグイ圧しちゃダメ。わかりました。ありがとうございます。はい。会場の方にもせっかくなのでご質問があればお受けしたいなと思うんですが。いや本当に予約取れないよ。はい。今聞いておかないとあのあれよもう会えないかもしれない。そうですね。いやえっとそういうことがないように。顔は映らないから。常にチャンネルに出ようかと。 しょっちゅう来てす。だからもう話したいことたくさんあるんですよねだけど1年かかっちゃうんで1年じゃあ YouTube でやろうかななんいやそうですかないですかホントに直接自分の悩みとかさ体のことでもいいですよもちろんなんかこんなこと自分してるけどこれ合ってるかなってこともあると思うんですいそうですねはいどうぞマイク持ってきますねはい どちらの質問かでも全然いいですよ。川北さんの質問でも僕の質問でも。はい、あ、こちら,から一番そうです。帽子の方。はい、帽子の方です。はい。はい、あ、ありがとうございます。はい、あとあのいつも私小顔のマッサージを、ええ、あのお風呂の湯船で使ってる時に血行がいいのかなと思ってやっていたんですけど。いい 保湿力もあるし、ね、やっぱりお,お風呂ってやっぱり割と時間があると思わないですかです、ねね、ゆっくり入ろうとするとあれだよね肌へのダメージ大丈夫ですかってことねそれをねれ僕もねやってみたんですけど、うん、ま,まずクリームをお風呂になる前に洗顔した後に、もにクリームをつけちゃってお風呂の中でゆっくりしながらマッサージするのすごくいいですよ。うん、あのこのマッサーージクリームって保湿も大事なんですけど 血行促進効果すすごくいいんですよねなそう相当だって僕治療しながら手がいつもカッカしてるんですよん<ー>こんなクリーム今までないんですよちょっと面倒くさいけどね顔洗って一<う>回軽く軽くタオルやってそここにこうなんかね、はい、台から置いていただいてでクリームでこうちょっとマッサージしていてだいて<う>いだかなっていう、はい、でもあとはね本当にクリームをこう本当につけながらでもいいですしあのさっき言った通りねあのやっぱりそれが嫌だったらうっすらつけて ちょっとして今度はお風呂から上がってからもっとたっぷりつけてやればいいんですけどやっぱりね水分だけだと長くやっちゃったり一生懸命やりすぎるとちょっとこうやはり保湿されてるけど滑りが悪いのであとマッサージしづらいかもしれないのでちょっと塗ってあげて滑って滑りを良くしてやった方がいいですねやった方がいいですお風呂なんかいいでですよ首から前進できる <laughs> 全身やってください。ありがとうございます。はい。ではもう一方先いらっしゃいましあ、あ、いっぱい増えましたね。あ、嬉しいね。いっぱい嬉しい。ど上がってたのは。じゃあまず行きましょう。こちらから。はい。皆さん一つずつ行きましょう。ちょっと待って。もう一回手挙げてください。質問ある方。はい。じゃああとピンクの方です。あ、嬉しいですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お二人に全然別々の質問を一個ずつと。はい。あ、はい。 まずマッサージについてなんですけどエステとかも定期的に行くのでセルフケアとかも教えてもらうんですけどおそらく、こりが強すぎてセルフでやると自分でやってもやっぱ痛くて体とかそれで奥っくでやめてしまうといまあただ体とかある程度やった方がいいのかなと。 やはり押す必要っていうのは、そんなに強く押す必要はないです。さっきもお話した通り、血管って凝り固まってるところって。拡張しちゃってるんですよ。その拡張が筋肉の盛り上がりを作ってるんです。はい、それって圧力に弱いんですよ。はい、直接的な圧力すると血管を切れてしまって、筋損傷、あ、血管損傷を起こしちゃって。より凝り固まっちゃうのと、あとやられすぎると揉み返しって皆さん聞いたことあります。揉み返すのも、あれも一部の血管損傷なんです。 なのでなコツとしては押したりとか叩いたりじゃなくて肩、やっぱり凝ってます首も凝ってます,てます <laughs> 少しねつまんであげて少し持って揺らすといいんですよ肩もそうなんです少し揺らしてあげると、うん、セルフケア、うん、あとね女性で一番凝ってるのは大胸筋です,あ痛,いです痛いでしょう大胸筋もグイグイ押すんではなくてちょっとつまんでもっといい少しストレッチしながら。うん ストレッチししながららちょっとつまんんでで揺てあげるすこのさっき言った揺らすというのがマッサージはすごくいいんですよ。強く押すんじゃないんです強くがっガッ叩くんじゃないです。つまんで揺らすんですアスリートってみんな言ってますよくここさすりましょうとかってよく言うじゃないですか。でもねやっぱりさっき言ったいより割とね実感っていうのは自分の通点とかそういうこともあるんで通覚的な。 じゃなくてやったときに体は反応してるんですよ、なるほど絶対あったかくなってくる、それで正解なんです、わかりましたこれが取れたかなっていうよりは動いたな、筋肉がすごい軽くなるっていうのは動かしたからなんですよ、はいでもね意識高いってすごくいいですよ、やっぱりやらなくちゃって意識が大切だと思います。いいは ちょっとメイクアップについてなんですけど、はい、あのつけまつげがどうしてもやめられないのがコンプレックスで、はい、やっぱないと目の印象がなくなっちゃいそうっていうのがあって、うん、こう何かちょっとこう目の印象をアップさせるようなメイクアップのテクニックがあればはい、はい、それ昨日もね僕ちょっと話したんですけど僕も、はい、あのそれこそ Vivi ビビとかグラマラスとかっていうメイクずっとやってきたんですこのカバーの辺りを、はい、だからつけまつげ結構僕かなりがっつりつけてきたんですね。うんうん であのもちろんそれも分かってますだからそうなるこれをつけるとこうなるよって大きく見えるよ、うん、ただつけまつげってあれですかのり、えー、で貼るやつじゃなくてこうやってやつですかあっのりで貼る全<ー>面のタイプです、はい、なんだろうなそれはなんかたまにでいいのかなと思ってて<ー>普段の自分のまつげのメイクを麗にこにできるようになってたまにそれをつけるってことで楽しめればいいかなと思ってるし <laughs> まあこれは本当好き好きだと思うのでうただ つけなくたって可愛いと思うしつけなくたって綺麗だと思うし自分の目をどうやって綺麗に見せるかって考えるっていうプロセスも僕すごく大事だと思ってて、うん、結構こうやって LINE 引きなさいこうやってやり,なやりなさいって教わるとそれしかやらなくなっちゃうんですね、うん、メイクって。うんうん まあ、昨日の YouTube 見ていただいたらいろんなこともお話ししてるんで分かると思うんですけど、まあ、今日はちょっとライナーを自分の目の、うん、コンディション悪いから今日はちょっとライナーを太めにしてみようとか、うん、めちゃくちゃ綺麗じゃんこのままでいいやっていう日もあって、うん、そのちょっとした変化が楽しみに変わるかなと思ってるんでつける日つけない日上げる日あげない日っていうオンオフじゃないけどそういうのを作っていくと、うん、毎日同じ服着てると安心かもしれませんけど、うん、楽しいかと言われると。うん また違うでしょせっかくだったらさファッションも楽しみたいと思うしそのトータルでメイクも楽しんでいただいた方が人生がより豊かになる気はする分かりましたはいありがとうございましたありがとうございますはいはいただ時間があとだいぶ限られてきてじゃあそんな喋ったっていう今1時間ぐらいですね でちょっと立ってきたかなすぐ終わらせようとするよね私結構ね僕も焦っちゃってるそう大好きにね言ってたのにすぐさ言ってる時間で終わらせ俺たちはもっと話したいんだよ焦っちゃうとすぐ終わらせよう長くな人はその逆にこれぐらいきれいって言われてねっ来るんでするのせっかくなんでやっぱ会場の方は大丈夫そうですねちょっとコンパクトめにはいお願いいたしますあマイクをはい お話楽しく聞かせていただきいてありがとうございますメイク前にむくみが気になるところで私まぶたと鎖骨がすごい<ー>なむくんでると分かりやすく形がなくなっちゃうんですけどままぶぶたた先生ここううかか聞さっきのポイントをすごくまぶた聞きますよおでことこのきわ、うん、このなんか重い、ま、ね朝とか重くなるじゃないですかかか前の日ととととちょっと塩分とか多めとか あといい映画とか見て泣いちゃったりすると充血しちゃってね腫れちゃう本当に揺らしてくださいこの骨の際をやっぱクリームつけても<う>まぶたは触らない方がいいですか、ね、まぶた優しくでいいです<う>優しく優しく優しくあとこのここも優しくなんですよ優しく触ると本当にそのこのクリーム成分の中に入って皮膚の力をグッと上げてくれたり筋肉の力を上げてくれるんででもねつけっぱなしにするよりちょっと本当に ちょっと,ほんと軽く叩いたり撫でるぐらいがすごくいいのと鎖骨ね、これすごく大事ですよ、うんええ。鎖骨が綺麗な人ってすごく綺麗じゃないですか。うん、で、鎖骨のこの上部分はさっき言ったこの首のケア、これも動画見てください。強さにうつす機能ケアは大事です。であとは鎖骨の下も本当にね、肋骨と鎖骨の間にこれ痛い人いるんですよ。ここね、そう特にごめんね、触って。中央部分、うん、ここ触ってください。痛いでしょうここ痛いです。 これ大胸筋なんですよ大胸筋をケアすると男性って脂肪が少ないですでも女性っていうのはこのバストがあるから脂肪があるんですよそれをこの男性より少ない大胸筋で頑張って支えてるんですだから凝り固まっちゃうんです巻き形にもなるしそうするとねこのラインすごく出てこないんですだからクイックでやりたかったらこの痛いところを探してくださいそこをグリ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 ってもう12分 で指が疲れちゃったらもうグーでもいいしここでもいい、ここでもこうそれとこの大胸筋のここのここです、ここをやるとね鎖骨、本当にきれいになる、はいはい、マイクが消えた、あ,そうあと僕もすごいその気持ち分かっててその首が全然なかったからねでこのラインであの昨日も言ったんですけど、はい、このラインでマウントを取りたかったんです、僕も。 もう男の人ってここがッキンしてる人ってマウント取られてる感じがするわけですよ俺マウントレーニは飲んでねえのになみたいなねわかりますちょっとわかんないですわかんないかスタバ派だからね俺はだからこのラインってすごいわかるで女性もそうじゃないですかここでもうマウントここで取れるわけですよぶっちゃけ言うと首とここでマウント取れます首とフェイスラインとここでなんで僕はここ出すために何してるかというともちろんこのケアももちろんです もちろんあと首のマッサージもやりますしこの前昨日言ったんですけどここで吸うとかね吐く、吸う、吐くあとはこれやります。プラス、これやると結構出やすいのが肩この肩をちゃんと上に腕を上げることがすごい大事で腕を上げないでしょうも、もうみんな。腕を上げる人いますこうやって歩く人もいないでしょあおはようとかってやらないでしょ。 ね、だから腕が肩上がんなくなってるだから下がっちゃってこう出ないんですよそ,そうそうその通りです、うん、さすが意識高いだから腕を上げる上げてこの動きここでこうやってこうやって胸張る<の>これだけでいいですあの今すぐできますよやってみて触ったまま上,上上げてください鎖骨上に上がるでしょてて上がったでしょもう一回いいですか片手を今鎖骨に触って反対の手で上げてみてください鎖骨上がるでしょ確認してみて確認してみて鎖骨上がりませんか この運動が必要そうこれ一この時も吐く吸って吐くでもいいですこっちどっちからでもいいです吐いて吸う吐いて吸うこれだけでも全然違う、はい、動かすんですそう。するとここ結構パキッと出ます鎖骨も動くんですから動く動くんです もっと深い話すると鎖骨と肩甲骨のバランスっていうかその関係性もすごい出てくるんでここはまた今度やりたいですねコンパクトめにお願いしますまだ話したいんだよ俺たちはコンパクトめにすいませんそれやってみてあのメイクも知りたいってやっぱり来てるのでメイクしてほしいっていうでもメイクしながらやるわはいじゃあピンクのはい。ちょっとメイクしながらやるね もう時間なないいいかららねメ、はい、メイクもやっぱりメイククも見ながややってくる,るメイクよです私よく髪を上に結んだりするんですけど、はい、そういう時に夜髪ほどくとすごい頭皮が凝ってたりするんですけど、はい、凝ります凝りますねれをとその日のうちにほぐすというかマッサージする効果的なやつがあれば知りありますありますあのやっぱりグッてやると頭皮って言われてるけど頭皮っていう筋肉なんですよ 皮膚,じゃん皮膚だけじゃん筋肉なんです。で、一番問題なのは、うん、あ、今メイクしてるから僕が、ここの側頭筋、うん、ここをまずねあの、よろしければ、こぶしかっさって本を、こぶしい、ね、拳かっさで小顔美人って僕出したんですけど、うん、もう10年ぐらい前ですかね、アマゾンでトップが川北さ、うん。やめなさいやめなさいよ。その本にも、まず大事なのは側頭筋って書いてあるんです。この だってここ頭痛する人多いでしょあとここ触りながらいわゆるこの生え際から後ろでここここ触りながらぐってかんでみてください筋肉もこっとする人ばっかりです、うん、凝ってるんですよでさらにまでぐっとやってるのでやっぱり、ね、頭皮っていう筋肉が凝ってるんです、ね、頭も太るもんねそうでもう本当にリクエストがいいのはだんだん広がっちゃったって人も多いんですよそれはね食いしばって押し広げられてるだから横 まず横。で、あとはさっき言った通り毛の生え際。はい。これね、グーのが効くんです。グーか。稲妻。ああ稲妻効く。稲妻。ヘッド機能ついてますから。あの、<妻>本当にね。僕は京都出身だから、舞妓さん。うん。の。やられてた方。昔、ね、舞妓やってたんですって方は、結構ここね、パーンとね、抜けちゃってますね。はい。それぐらい。血行が。 止まっっちゃってるんですよねあとねあの時代劇をやってる、うん、そ役者さんとかも本当にかつらがつらいと大河ドラマの役者さん来てて本当にかつらがつらいでもねあのキャビンアンテンダンの人もすっごいこうやってやってるんですよね、うん、声固まっちゃってるからで最後は本当にここで頭洗うみたいにほぐしてあげるといいんですぐーっと頭これも テクニックっていうよりはやることによって血行促進させるんではい。だからよく頭ってこうグ,ググググ動く方がすごくこう環境がいいし髪の毛にも育毛にもすごくいいんですよだからあの薄い人、うん、男性で薄い人って結構カチカチなんですよ、うんはい、だからねほぐしてあげる緊張してるんだよね動かしてあげるあと頭皮の色そう悪いね、うんうん、あのなんか黒ずんじゃったりするんです赤くなったりとかね、はい でもねやっぱりこうやって縛るのって個人的には僕もすごく魅力的だなと思います女性的にでもね本当にこう取った時ああ疲れてるんだなだからやっぱりね頭からマッサージする、うん、頭と顔って差はないんですよ毛が生えてるところかと生えてないところか全部一つの頭蓋骨の弱い筋肉がこことそうですこの会議は前頭部ここ大事ですねでやっぱりその最後頭頂部から後頭部で、うん、首でお顔抜け合って入ると いいかなと思います。はい、ありがとうございます。いや、頭皮ケアしといたら顔上がるからね。上がりますよ。うん、はい、で、やるとなんか頭すごいちっちゃくなりますよ。あと、さっきの背中、僕こうやって腕上げる話じ,じゃないですか。はいはい、あれ、背中でも引っ張ってくれるから顔上がります。そうなんですよ。うん、本当にね。本当にこの上半身って下半身もそうなんですけど、ここまでがね。バストまでが皆さん顔のケアで、さらに運動は肩甲骨までやると頭からこの顔のケアには、ね。に この辺のケアは大事になってくると思います。ここね、はい、ありがとうございます。あのトレンドメイクを知りたいという声と眉がですね、細眉じゃなくて乾きた眉にしたいという声がありますので、うん、そのあたりだけちょっとあの、はい、説明もあのタイミングでしていただけたらなと思います。え、結構俺今日はそのつもりないよ。メイクするつもりなかったのにね。はい、ねえ。 じゃあ会場の方の質問も続き,きま、はい、どんどん行きましょう。はい。はい、あればえっとあれば先ほどもうないもうなくなっちゃった質問。終わりかい。今度メイクか。あれ。えー、あからみんな。だからみんな大丈夫ですか。焦って焦っちゃって僕もね焦っちゃったです。大丈夫ですか <laughs> 時。時間時間時間ね。もうすぐ焦らすからうちのスタッフたちは。<laughs> はい。こパウダーないみたいなんです。あの、うん。 メイクのメイクの話ね。使ってるものをちょっと説明していただけるといでもね、本当によく思うんですけど、このもちろんこういうのをすごく使ってほしいし、あれなんだけど、まずなんていうんだろう、ごまかしで、あ言っちゃいけないなそういうのね、ごまあメイクか、<laughs> そうメイクではもちろんカバーはしていけます。こうやってちょっとでもね、小顔に見せるとか、ちょっとツヤっぽく見せるとか、うん、でも絶対自分の顔に自信持てた方がいいよ。だから。 うるさいな二人おじさんと思うかもしれませんけど。<laughs> はい、あの。なんていうんだろう、ごまかして。いいけどさ、素顔で勝負できるかどうかって、結構大事じゃない。なるほど。で、僕は思ってて、その自信が。うん、やっぱり変わ。美人な感情出してくるんだと思うんですよ。すはい、本に書いてあるです。メイクはフェイクじゃない。ってそうそう、なんか。たまに、ね。いやいや、いいです。<laughs> たまに。はい あのちょっと調子悪いなという時は助けてくれますそういう、ね、お助けグッズでもあってはいいんだけどやっぱり毎日ちゃんと自分と向き合って取れそういうことをやれてるかどうかで結構変わる、うん、と浅い人になってほしくないというか、はい、ちゃんと向き合って自分で努力してる人もうこれ買ったから大丈夫じゃなくてそれをちゃんと使って自分をこう高めていくという人の方が圧倒的に美人と思いません、はいはい、その考え方が と思ってて、僕だから小顔小顔って言ってますし、まるで自分が小顔になって成功したみたいに言ってますけど、そうじゃなくて自分のね、僕なんて比べてみたら全然でかいわけで、自分の中での小顔を作れることかが大事。ね、一昨日のライブの時にこの言葉に僕ずーんと響いちゃって。うん、いや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 。もうこの人はもう僕より一枚も二枚も終わいやいや上手じゃない、上手じゃないです、終わじゃない。すごい、そうなんです。うん、自分のなんかの小顔です。 ね、他人にさっき言ってた他人に比べるものじゃなくて私をこういうふうにしたい私はこうなりたいっていう自分の中の小顔が最高の私を作ると思ううん、そうなんですだからメイクアップうまくなってほしいです皆さんにめちゃくちゃうまくなってほしいしそれはそれでお伝えしたいんだけどもうこういう機会で、ね、自分と一回本当に向き合ってみてちょっとそれを努力というのか楽しみに変えてもらえると嬉しい楽しいです。 言葉悪いですけどボトックス打っちゃった方が早いですだけどリスクもありますあるそれだったら毎日毎日ちょっとずつの変化を楽しんだ方がよくて今この時代ってね、まあ、YouTube だったりなんかいろんなものがもうねすぐグーグルでも調べられたりとか、はい、もう答えが直結するんですよすぐに、はい、でもそうじゃなくて,なんていうのその変化って筋肉の変化とか自分とずっと付き合うわけですもんね、えー、そうなんですだから、うん、あのいろんなものをするグーグルとかで調べてみると不安にもなると思うんですようん、うん これってない、ね、こんなこと言ってる人あんなこと言ってる人、はあ、いろんな意見あるからね、はい、でもね自分の変化で分かればいいんですああ体が楽になった方が顔がきれいになってる、うん、その通りなんです<や>代謝が良くなって筋肉のこりっていうのはどん,どん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 顔を下げてしまう要素がいっぱいあるんで、うん、さっきの話巻き方もそうですし姿勢もそうですし呼吸もそうです、うんはい、だからやっぱりこう自分でやっ,ぱりやってみた結果体が楽になった、うん、それこそが自分がきれいになってるんです、はいはい、だからね あありがととうございますそれ大事よやってほしいなやらずになんて言うんだろうなもったいないですねそうやらないともったいない垣田さん今されているのは昨日やったピンクですね同じこれ復習してくださいこれでピンクを使ってますはいでその前のベースメイクのところをちょっと改めて復習をさせていただきたいんですが UV プライマーを使った後にファンシーラーでクッションファンデーション コントアペンでやってもらってって感じですえっねルミナイジング使ってますねルミナイジングは、えっと、頬骨高いから先生もう本当にここは一緒で頬骨高いから頬骨に引っ掛けちゃだめですよっていうこと、うんうん、へこんでるところに入れましょうとそのマッサージにちょっと似てるんですよ僕の考えメイクの考え方がはい、はい、ね,ねのあの溝に,溝になってるところを余計溝に見せてどうすんねって話なんですよ、うんうん 今までどの本もいろんな美容雑誌があったと思うんですけど高いところにハイライト入れましょうでしょ高いところにハイライト入れましょうでしょ余計溝に見せとるやないかいとだから日本人の顔に合ったメイクをちゃんとできてなかったんですよー、はい、チークボーンにチーク乗せましょうってあんた日本人こんなとこに <laughs> 意味わかりますここにチーク乗せたらさ俺の頬張にそっちまで行きますよ <laughs> こっちまで,で溝も深くなって、ね、そうどんどん溝深くしてるんですよだから自分たちの骨格を見てほしいの、はい チークどこの位置ですかとかってよく聞かれるんですけど自分がどこに入れたら綺麗に見えるかを考えた方がいいんですよこれ人それぞれです骨格は全部だから頬張に高い人もいればへこんでる人もいれば何でもない人もいればねだから答えはどこなのか自分で探していって、まあ、バランスを考えてリップ目あったらこの間に入れていくんだけど高くないところに入れてあげた方がいいですが僕の答えです他の人たちは言っちゃいけないほ、うん、他の人はどうでもいいです <laughs>、えー まあこれ見ててください、2、3ヶ月後僕が言ってることを真似する人たちがみんな言い出せますから、うんうん、絶対、逆襲なんて言ってきた人いましたいないでしょ、ハイライト、逆で入れましょうって、ね、去年僕はバン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 言ってたんですけど、それが今では普通になってますよね、そうなるんですよ、だから僕はちゃんと骨格見てやってます、そ,それが素晴らしい、骨格、うん、外人と僕らの骨格は違うから、ええ、根本的に違う。 そうなのだから僕は眉毛も太くするんです。意味わかります？なんか細眉が流行ってるねとかっていろいろ言われてますよね。ちょっとあごめんもうライナーやってるやライナーやるわ。あおとした。焦っちゃったよもう。<laughs> 焦っちゃった。焦っちゃうんですよね。たくさんあるんで、うん、話したいこととやりたいこと。ね、でこれが一月一月発売かな？はい一月発売ライナーこれペンシルですめちゃで、えっと、ちゃいいよ。メタリック。メタリックレッドはい。はい。はい ペンシルアイライナー。これはもうバーンと急ぎます。はい。メタリックレットドーンと入れます。そう、眉。ね、眉毛の話も一緒で、実は。骨格的にここが広いから。日本人。そ<う>だから、僕は眉毛の下のラインを入れて。骨格を太く。ここをしっかり影に見せてあげるんです。ここコンと。で、すると、アイメイクでこう影、ね。あの、いろいろ被ってるとか、一枝とか、いろんな話があるんだけど、うん、目力が強くなるよねって話しているんです。うん それが大事ですねだから細眉っていうすごくまたなんか流行らせようとされてる、ね、新しいトレンドもあるんですけどそれはそれでいいんですけどえっ、ー、とね日本人で細眉はきついかもやっぱり骨格的なものって、うん、やっぱりね彫りがね、うん、あの深くないんでそうなの骨格的に言うとやっぱりちょっと違いますよねそうなの安室ちゃんなんてもう外人の骨格ですよねあれ見たってこんなね骨格そう,そうだから細眉で似合うんですよ 意味わかります、ね、でもここに彫りがないわけですからだから彫りを作りましょうってこれ眉毛いきますね、うん、だから僕はここにこのワックスでこれで下書きもプラスだけどここに彫りを作ってるんですここでここでこのラインで彫りを作って目と眉の距離を縮めてあげるんですすると目力が強くなるよねって今僕はアイシャドウポーンって塗ってもうペンシルのライナースコンって塗っただけですよねなんだけどここから左右差見ててくださいね、はい、このまま 引っ目開いてみて距離がこっちと比べて近いよねでうっすら入れてるからここにポコンとへこんだ影ができるようになってるんです。ねっ角田さんの眉毛太いからとか言っていやいや骨格<で>みんな顔小さく少しでも見せたいわけでしょって、うん、ことは余白がそうですね,ねだからやっぱり骨格を知ることって大事だと思います。うん、それが 骨格の模型じゃなくて自分の骨格を知ること、触るとわかるし見るとわかるんです。<う>はい。で余白が多いじゃないですか、先生。どう日本ってそうなんですあの余白をなんとかなくしたい。そうすると目鼻立ちがパチって綺麗に見える。うん、はい。ね、それってやっぱりこの目元であったりあとこのここですよね、ほっぺた周り。うん。結構ここがこうガッてこう広いとね,ねここが狭くな,らなるほど本当に綺麗に輪郭って見えてきますし。 そうこれと左右で見てでこちらはピンクブラウンですかそうですそうです、はい、<ー>パレットアイブラウンのピンクブラウンです、ね、結構違いませんすごいなねい分かったそうするとこの距離も短くなったこの距離も短くなった、ね、で骨格もきれいに見えた彫りが出たって感じですね<ー>でグラデーションさせられる薄い色がまず引いてあるからここからグラデーションができて 自然に溶け込むよねと薄い色が最初に引いてあるから濃い色を上から足してもグラデーション綺麗になるよねってことなんですよ面倒くさがって一発でやろうとするからボーンと描いた眉毛になってただ太いってなるんですよねだからこれを作りたいんです僕は綺麗だうん簡単でしょこれはねで下書きできるからこのまままっすぐ下書きしていくだけだよねっていう だからやっぱりあの僕が考えている眉毛が上がっちゃいけないってのその通りですよね、もっと眉毛離れちゃって、みんなこうやってこうやってこうやって目を大きくしようとしているけど、間違いなんですよそう,そう、はい、ここの距離が上がるとそう、うん、本当にうちの母親なんかこんな反対にバれちゃって <laughs> いつもこうやってやってるからやっぱりやめなってやっっぱり言ってます、うん、えどうしようもっとこう下げるようにマッサージして逆に下げながら目をうっと上げる、それすごい大事だね。はい はい、で上がりやすい眉毛の人ここの筋肉僕ねこの眉筋って呼んでるんですけど、ね、この眉筋が発達してる人、はい、上がっちゃうんですよねそうもう最初からこういう状態になってますもんねなってますでするとここだけぼチン上がるんですよ上がる人じゃあどうするか、はい、ねここ上がっちゃうからこのまま上のここ触ってしまうとここ書いちゃうともうどんどん上までいくんですだからここ上がるんだったらここあと骨がある人 骨張ってるあと年齢的にもここに、ね、骨出てきちゃうんです出てきちゃうんです食いしばりでどんどん前にいっちゃうからそう食いしばりではここ出るんだよ出るんですよ驚きねでここを触っちゃうと上がるんです絶対にだから斜めからこのまま斜めでこう下,が下げてライン書いてあげるんですよ今分かりますこの上触らない上のラインのここ触ってないんですでまずここで斜めのライン入れてあげるんですよ斜めのライン入れるともうこれ以上上がらないんですよ 下にこう,こういうラインを入れたから。でも、とはいえ、このまま斜めに入れてるんだけど、この平行は取ってるんですよ。これちょっと難しい話なんですけど。ねにしてあげるといいかもしれない。すると、眉毛が上がってこないです。でもっと言うと、セオリーとしては、45度下げて、こうやって書いていきます。45度下げて。教科書では、上げろだでしょ。上げろじゃないです、ここは。45度下げたってテンションが。 こっから始まるところのテンションが上から下がるんでこっちにしか行かないです今分かります字書いても一緒ですよねテンションこっちに書けちゃえば下の方向に行くはずですこうやって書くのと全然違うでしょでそれがやっぱりこうメイクにも出てきます絵と一緒ですからねそういう書き方してもらうといいかもしれない、まあ、理想はもう先生が言っているマッサージをしてちゃんとそのコントロールをしていくこと、うん、もうそれとメイクと両方でやっていくといいかもしれない ね、面白いですよねこうやってね、はい、だからこれが分かってると強いですよね自分の骨格眉毛が私は上がりやすいとか<ー>私は下がりやすいとかが大事、ね、ほら結構恐れになってきたでしょ<あ>左右結構違う子ですからそうね違うんです、ね、左右違うんですよね、うん、僕もそれを少しもうピタッと合わせる必要はないんだけどなんとなくニュアンスで合わせていく でえー、と僕は左右やった後にもう一回チェックします必ずで合わせていくっていう,もうこっちやって終わりこっちやって終わりはできないんですよ、うん、違うものを合わせようとするんであとここで合わせるここで最後<ー>、はあ、最後ここで合わせますこっちが今高いでしょそしたら上をこっちに足してあげると合ってきますよねこうやって。 やっぱり施術でも眉毛の高さが違っちゃってるんです私ってこの悩みの人もすごく多いです多いですよね力のかけ方も違うし角膜も曲がってるし,し、うん、力はやっぱり入ってるちょっと入ってますもんね左側の目にねそうなの入ってますここに力入りやすいんですねです左側が、うん、だからやっぱり眉毛の上をマッサージするといいと思いますねであとは毛のコントロールね、うん、眉毛がもともと私はこう生えてるんですってなってるんだけど、うん、それをコントロールしてあればいいちゃんとこういうスクリーブラシとかで下げてあげる上げてあげる こと左右見て決める、うん、自分の顔ですから人の顔のやってくださいじゃない自分の顔研究すれば絶対できますこれ、ね、めちゃくちゃ簡単できますいいんじゃないうま俺よし <laughs> 自分で言ういま、ね、す <laughs>、ね、でこっちは平行をこっちはちょい下げにすると色もフィックスしましたよねはい そちらは参マスカラら、蹴って、あの。本当に黒、このこの中に黒が入ってると、どうしても黒が強くなってくるんで、それをブレンドさせてあげます。うん、それだけで変わってきます。で、またこれがグラデーションになってくるっていうやり方ね。だいぶいいんじゃないですか、こっち見て。あ、だいぶ、うん、だいぶいいと思うよ。 こんなクイッれでさっきのズレの話ちょっと分かんなくなっちゃいますねでもメイクとねあの考え方はすごく僕似てるんでだからすごく意見が合うんですよね合うんですよねこの人と仕事したいと思う人ですよね,すねだからへこんでる顔をちゃんと理解することこれは本当に人によって変わってきます逆算で入れた方がいい人もいますハイライトでも逆 C で入れた方がいい人もいたくさんいる でチークは高いところに入れた方がいい人がいるかもしれないし低い方がいいかもしれない骨格見てみた自分の今日新しい言葉骨格を見てくださいいいです、ね、そうですすねねそうメイクできればいいっていうわけじゃないので表面だけじゃだめですね自分の眉毛の筋肉がどうなってんだ自分の顔の癖はどうなってんだそこまで理解した方がやっぱり圧倒的に有利になってきますよねメイクはね。 うん、今はマスカラですね。ねはい、さささでおしまいです。もういいんじゃないですか。もうこれで。めちゃくちゃ綺麗になったと思うよ。<laughs> 綺麗ですね。はい、で唇ね、えっ、ー、とここも。えっ、ー、と山、この距離が短い方がやっぱ圧倒的に。先生どうなんですか。ここ、この距離は。あの。短い方がいいでしょそうです。あの。 年齢とともに、ここが伸びてきちゃうっていう悩みの人もいるんですよ。あ、やっぱり。ここが伸びちゃう。で、ここを切る手術している人もいるんですけど。お、そんな、あ、るそうなんですか。ここ短く。でもね、骨格が出てきちゃってる人多いんですよ。はあ。なぜかというと、頬骨、さっきの話。頬骨、この上顎。とここ。同じ骨なんですよ。はあ。だから、ぐって食いしばって、ここが前出るってことは、ここも出ちゃう。んですだから、ここね。 うん、すごくこう気にしてられてる、あ、気にされてる人と方多いです。そうですね。まあ、短い方がやっぱり色っぽいですよね。あと余白が少ないというか。えーはい、間延びしないですよね。うん、あ本当だ、本当に短くなった。なりますよね。はい。今これリップは <laughs>、はい、カラーはなんでしょう。な、えっと、え、えっと。<laughs> え、ナッツブラウンですね。はい、ナブラウン。はい、この距離も、そうですね。顎。ね、顎の距離もどうしたいかっていうのも考えて、下ちょっと膨らませてあげてもいいし。はい。 もう昨日とほほぼほぼ同じメイクしてます昨日よりもっと簡単にクイックでやってますけどはー、はい、でベース塗った後にマットを塗ってあげると取れ方も綺麗だよねってことですね内側から残って外側はシアーだからで広がりが出るでしょっていうあとさっき僕施術の時にちょっと、ね、顔見た時にやっぱりここの口角と、はい、ここちょっとずれてる人いるんですよねうん、うん、唇のここがずれてしまってこの線がこうしうずれてる人って さっっき、ね、ちょっとずれてたんですよ唇の位置がずれてるなと思ったら、うん、ずれてないですよこうやって直すんですでこれ輪郭をブラウンで取ってくださいあの例えば赤とかねサイドの高い色塗りたいんだけどリップを赤いラインで取ってしまうとはっきりしすぎちゃうんですよだからブラウンで取ってあげてでそれから赤塗っても全然大丈夫ですからそのほうがボケますそんな1ミリもこんな緊張しながら塗るの嫌でしょ <laughs> 僕も今赤リップそのまますで塗れって言われたら結構緊張します うん、赤リップはやっぱりサイドが高いんで結構目立つんですよ左右差がねなのでブラウンを挟んであげるとすごくなじみがよくなるしメイクが簡単になります、はい、で顎先とかもうちょっと私顎短くしたいともし思うんだったらここにいったんこのブラウン仕込んでください、はい、ねするとここもちょっと削れて少しだけ影色が入ってきてでこの辺ヘムラインもあ ちょっとだけブラウンが入ってくるとここが締まってきてここがハイライトが入って顔がキュッとどうや短いここがね短いちょっと樹里ちゃん見たいでしょ鏡見ていいよね<う>さっきあの舞台裏で一生懸命見てたんですよ顔をずれ <laughs> とこの悪い特徴を、うん、そうこれですメイクは<ー>要は僕 と先生が評価されててるところってここっなんです、うん、ちゃんと顔を見ているんですよ、量産型メイクをしているわけじゃなくて、うん、量産型の顔を作られているんじゃなくて、うん、その人に合う骨格でこういうふうにした方がいい、そ,<う>その人に合うメイクをするってことなんことだから一人一人、日本人だ、海人だ、白人だね、いろんな方いらっしゃる、アジア人、ね、でもやっぱりね、日本人でもめっちゃ違うんです、触った感じも骨の作り方も骨の位置も。 全く違うんで、うん、それは、ね、足とか手とかの骨のレベルじゃないぐらい違うんですよ違うね、はい、で、あと一番左右をバランスを合わせるのも一番難しいのはお顔ですそうだね顎って一つの関節なのに二つの右左があるんですよで、どっちかで強く噛んでればどっちかが手この原理で浮いちゃうんですだから合わせるのが難しいまっすぐにするのが難しいだから唇こんな難しいと思って今ね唇と思ったら、うん、そっかここね そうなんです作っていくんですね。塗るんじゃなくて。そうです。そうです。今度あの唇曲がってたらちょっと柿田さんに紹介します。やめて。やめて。僕で直せなかった。やめて。本当に。これでどうですか。はい。完成でした。本当だ。変わりましたよね。はい。ありがとうございます。めちゃくちゃ、あ、あ、え、いいよ。ゆりちゃん、これは。もう終わったらすぐ取るよ。 ハハ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 ご自身でご覧になられていかがでしょう <laughs> ね言ってたよねそれをね最初にありがとうございます非対称なのがそご気にならなくなってるのと、うん、きゅっと何か真ん中に寄ってるというか、うん、はいすごい自分の顔じよく聞くのが。うん マスク美人って言葉すごく聞くんですよ。僕も嫌い、マスク美人、マスク美人、それ男の人も同じです、でも一番いいのは、うん、彼女、マスクつけてるときを一昨日ずっと見てたんです、うん、今日初めてね、この全部を見たんですけど、うん、マスク取ったら、もっと美人がいいじゃないですか、うん、絶対それがいいですよ、そうなんです一生外せないんですよ、でマスクつけたら顔下がるんですからね、はい、下がるこれもね、やりましたけど、うん、耳。 気をつけてください。引っ張られてるからこっちに引っ張られてるとこの筋肉が前方向にいっちゃうんですよだから耳のこりを取るには回すといいんです後ろにこれもねあ YouTube でもやりましたしおとといもやりましたそう回すといいんですこれだけでリフトアップっていう本を書いた人いるぐらいですすごいこれだけで書けるんだと俺も書きたいで書きたいですよでも結構僕がすごく最初に言い出したんですけどねええ だし一回やっただけで本他の人が書かれちゃいました。負けてる。もったいなかったね。分かるそういうのいっぱいあるよね。あるあるよね。あるんですよ。僕やり始めたのに。でも今やみんなこれ使ってます。嬉しいです。逆に嬉しい。やっぱり拳でマッサージ嬉しいです。あのちゃんと説明あのご存じない方のために言いますけど、本当にすごい方をたくさんやられてます。本当に。何を何を。あのお店の もし万が一予約取れたらもうびっくりしますよ色紙だらけもう年齢上の方からお若い方まで、はい、もうびっくりする今のときめく日本人の芸能人の方、ね、全員言ってませんね男性 <laughs> いやいやこれ間違いない本当にでもそれ方たちが信頼していくっていうのは何でですかってことですねこれが大事なこといやもうこんな素晴らしい、うん 方に言われるのはもう本当にいやあれ明日死んじゃうかもしれないいや死ねないですよもう一旦ビックズだもんこの人もですかみたいなって言うんですよでもねあのやっぱりね同じ方多いですあそうね同じ方すごく多いかもということでメイクは以上で終了でございますねはいでは先生なんか言い残したことないですかモデルの吉沢さん先にではご講談いただきたいと思いますはいありがとうございました写真撮りました大丈夫ですかあ撮ってた方がいいと思う撮っておきましょうかねせっかくだから 焦らすよねまた来るんです。うるさいな。私もねあれなんですけど、はい。焦らせたくないんです。焦らちゃいけないの？焦らせたくはないんですよ。私もね。ねそうですよね。でもあの本当にえっと今日の話です。やっぱりねあのねやっぱり目指すんだったら最高の美を目指してください。そうですね。自分の中で最高だった方がいいですね。それが最大の健康を得ることになるんです。自信が変わりますからね。 はい、もうね、本当自分の中の小顔っていい言葉。いや、本当。比べるもんじゃないです。自分の中のコンプレックスが治っただけで、もう気持ちが前向きになる。あの歌聞いてください。ものすごく前向きになる。歌ちょっと、この後、ある準備と、とあるので、モデルさん先にご講談いただいてもよろしいでしょうか。はい、すみません。橋本さん、お写真撮れましたかね。ありがとうございました。いいなはい、じゃ、その改めて歌の感想というか。いやいや、歌はいいですけど。どうですね。あの、本当に。 き今日を通して、僕は2日間です、すみません、うんうん、昨日はね、2日間通して、すごくいろんなことを学びましたけど、はいはい、一番学んだのは、皆さんの真剣さと意識が高いんです、だから吸収するのがすごく早いと思うんです、多分今日の夜からやると思いますで、毎日続けるんです、でも挫折しそうになった時に、やっぱり簡単なことでこんな変わったっていう、自分を思い出すといいですよね。ね、うん、そう。 まああとね、変化、ちょっとした変化にあの気付ける自分であってほしいで、それがね、川北さんも同じ、うん、僕もね、楽しみになるんですよ、そ<う>体が楽になること、か綺麗になること、これ2つはね、そんな急には変わりませんけど、変わっていく工程がね、はい、また面白いんです、ね、僕の工程、ずっと先生、見られて、はい、本当に、顔は僕が自信を持って小さくしたのもあるんですけど、うん、このラインを作って、首を綺麗にしたのは、川北さんの努力です。 ややるかからないですねマッサージとストレッチあと水泳で言える呼吸、呼吸法これのね、3つすごく大切これ大です、これ絶対できますから水泳でハードにやってくださいと言わないからじゃないです、もうね、お金がだって0円でしょ、呼吸ってそうなんですよ、自分で覚えちゃえば0円でみんなやってるんです、やらないと死んじゃいますから。死んじゃ それをいい呼吸にするかきれいになる呼吸にするかただやってるかの違い首ねもう何度も言いますこんなきれいな男の人いないですよいやこれね前って本気でやったんですよ、はい、もうこの回があったからねあのどこまで自分で努力できるか楽しめるか挑戦,挑戦者ですそしたら慣れましたからこれやるべきです皆さんだって本当に最初並んだ時、うん、本当になんかね角田さんもうなんか俺ばっかり顔が大きく見えるから嫌だってたんだけど変わんないですもん 全然首なんてね角田さんのほうが全然綺麗ですバランスですねバランス自分の中のバランス整えていいや先生またやろうね疲れましたもうね次回はもう本当に YouTube こういう場があればいいんですけどね5時間ぐらいやりたい5時間足りないんだもん1時間半足りないですすぐ終わり終わりです足りないですね5時間やりたい今日僕ペース早めたんですけどねだいあのもう 早く早くっていう、はい、うん、来てたので。はい、と、はいうことで<す>。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。山口先生でした。ありがとうございました。はい、ということでね。あの山口先生も素晴らしい歌ですよというお話、先ほどちらっとおっしゃってましたが。あの。最初はね。え、何これって思うかもしれませんが。聞いてください。もう、多分、皆さん、ここに来られた方は、もう、多分、皆さん。聞いていらっしゃる方、多いかと思いますが。はい

そうなんです。あのまあ、自分が、ね、努力した結果というよりは本当にこう毎日やることがすごく僕大事だなと思っていてあと毎日本当に大事に自分の顔と向き合ったりとかも普通ででいいんですよ。普通の毎日がすごく大事だと僕本当に思っていてそれをいかに自分で楽しめるか、ね、なんか今、こういうインスタとか YouTube とかいろろんんな、あ何て言うんだろう、だ映えるとかいろいろあるからなんかそういうのもすごく素敵なんですけどそういうのってさ毎日やってもさ、そんな。 そんな生活ありますないよねって思っててあ普通の生活をいかに楽しめるかがなんか美しい自分に会えるっていうそういう機会になるのかなとも思ってるんで、まあ、そういうふうな気持ちの切り替えしていただけると嬉しいしあの本当自分の中の小顔でいいと思ってますもうむくんだ顔してるんじゃなくて自分の中でね最高の自分を見つけていただければあの美容も楽しくなるしもっと自信持てるようになると思うんで,で誰かと比べる人なんて絶対ないですから。 自分でコンプレックスとねこう向き合っていただけたらいいなと思ってますじゃあ聴いてくださいこの小顔の歌 <coughs> みんな顔にコンプレックスいろいろあるやろ私もぎょさんあるからわかるででもな逃げたらあかんで毎日こっ一こマッサージやろうか 幼い頃から顔が出かかったんだああ不思議だった師匠君は人の声が自覚していたんだああ ついていた諦めていた人と暮られ劣等が感じ見えてなかった本当の自分の美しさを毎日の普通を大切にする山や出す言い訳 やめる「できるよあなたなら掴める」「さあゆこう小顔になるあなたは美しくなれ 薄い光る、つまりは大事。腹に二人は欠けないこと。クリームカップル、首までしっかり目で取れたし。ゆくに満点。毎日の普通を大切にする。夜明けに負けない。 「できるよあなたなら疲れめる」「さあ行こう」「小顔になるあなたは美しくなれ ございましやダンサーズの方も素晴らしく川北さんの歌とギターも今日で見納めかと思うとすごくないダンサーズこれ3日間やってたんですよこれ TikTok とかでねちょっとやろうかなと思ってる元気になりますよねそうですねぜひぜひ振りを皆さんも覚えていただけたら嬉しいですありがとうございました日間 もうあっという間でしたけれども、はい、あとこの後僕ちょっとタッチアップとかであのそこに立とうかなと思ってますのでもしお時間あれば3時前からかな3時ぐらいからですのでぜひ、はい、と思ってます皆さん今日はありがとうございましたありがとうございましたヘアメイクアップアーティストビーブランドプロデューサー川北祐介さんでしたありがとうございました、えー、皆様本日はありがとうございました テーブルの上の商品ですが、教材となっておりましてお持ち帰りいただけませんので、ご了承くださいなお、本日ご紹介いたしました &B の新アイテムをはじめまして、全商品を揃えたポップアップイベント、表参道ヒルズ地下3階スペースをおにて、本日まで開催しておりますポップアップイベントではなんと全商品が10%オフでお買い求めいただけます。 こちらの &B ポップアップにて税込み五千五百円以上お買い上げのお客様限定で &B の巾着ポーチプレゼントしておりますこちらなくなり次第終了となりますので皆様お早めにお買い求めくださいなおお支払い方法ですが現金またはビザマスターカードアメックスのクレジットカードのみとなっております JCB と QR コード決済交通系 IC カードのお支払いはできませんのでご注意をお願いいたします また特別展示としましてアンドビーオリジナルデザインのエターナルミラーを設置いたしております映像と鏡が織りなす幻想的で不思議な空間をご体験いただける今回限りのアートスポットとなっております撮影も可能となっておりますので皆様ぜひこちらもお立ち寄りくださいこの後表参道ヒルズ地下3階スペース O にて開催しておりますアンドビーポップアップイベント皆様ぜひ えー、配信をご覧の皆様もお越しいただけたらと思いますということで、えー、配信をご覧の皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございましたはいでは会場も以上となります皆様本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました